ごきげんよう、山口あゆきです。今日は広瀬千代さんを歌いたいと思います。もうこの曲は私の大好きな曲です。実はこの曲、小さい時からおばあちゃんに手遊びで、あのメロディーだけこう、歌詞はなくて、タラララ、タラララ、タラララララララで教えてもらってて、で、まあ、音楽活動し始めてこの曲と出会って知って、初めて、あ、広瀬千代さんの歌だったんだっていうことに気づいて、すごくあのゆかりのある私とね、おばあちゃんとね、この曲とね、あのすごいあの共通点のたくさんある曲だなと思って好きになりました。で、前にね、大分県に行った時に広瀬千代さんが祀られてる神社に行ったんですけれども、またその時の動画が上がってるので、ぜひ見ていただけたらと思います。その名の通り、広瀬千代さんの歌です。歌詞にもあのリアルに書いているんでわかると思うんですけど、広瀬千代さんは部下の杉野さんを助けに行こうと、爆弾が荒れゆく中ね、杉野さんを助けに行こうと思って、杉野どこだ杉野どこだっていう中で、こう爆撃にやられて、お亡くなりになられた方であります。まあ、日頃からね、広瀬千代さんはすごく部下思いというか人思いでおられたそうで、まあ、上の、ね、位であったとしても、ああしろこうしろっていう強い命令とかってあんまり なかったらしくて、訓練の中ではね、いろいろあったと思うんですけど、そういう中じゃなくて、人としてね、自ら自分であのやっていくスタンスだったそうですね。例えばトイレ掃除もあの部下に頼むんじゃなくて、自らあの汚いところをこう自分で素手でね、こうあの擦ったりとかしてお掃除したりとか、もうとにかくもう自分から率先してやっていくっていう精神で、おられたので、すごい周りからも、慕われていた、とてもお優しい方だったそうです。私も、そんな人でありたいなと思うので、まあ、そういう思いも込めてね、過ごしていきたいなと思います。それでは聞いてください。